はい、皆さんどうも、ミスタローです。妖怪ウォッチ新一の実況やっていきましょう。前回何やってたかなって考えたんですけど、あれですね、撮影を無理やり強行して、結局、親フラになっちゃって、あれですね、なんだっけ、ワカメくんを捕まえるっていうところか。まで、いや、これですね。ひぃ、来たー。でね、あいつ捕まえるのに、あいつが固定かなんかでワカメくん、昆布、ワカメ昆布、メカブって絶対いるんですよ。で、ワカメくんを仲間にするのに、メカブと、あれも仲間になりました、昆布も。で、最後の一匹がワカメくんでした。俺の友達、出てこい。隣にいる。今日は多分ね、まあ、時間、1時間ぐらいしか取れないけど、ワカメ運動踊ろうよ。騒げ騒げって言ってるからやっぱ水位が下がるんだ。よし、これで奥行けるようになりました。人魚か。あと2人解放しないといけないんだけど、こっちじゃねえや。どっかまだあんかな。人魚と九段を解放しないといけないんで、どこまでいけるかな、今日だけで。身代わり人形。身代わり人形がピッピ人形と同じような役割するんだっけ。違うな、もっと手前か。こっちか。なるほどね。待って。これさ、嫌な予感がするぞ、すごく。ほら、あれ、結局さ、これ、全部必要だった？3匹必要だったら俺ちゃんと揃ってるぜ。ひぃ。でもちょっと先に行けるところまで行っときたい。あとアイテム欲しい。誰だお前。カメラ、すっぽん。大経験値玉。待って、ヘビ出てきた。怖い。あ、なるほど。行けなくなったから、ここで水位を上げないといけないんだな。昆布でマンボ、やった俺。持ってる、3匹持ってる。これ昆布？あれ？なんだっけな、メカブ、昆布、くん？ワカメくんだったんだよね。昆布さん。バービーブ。昆布さん。やった！よかった。いる。ちゃんと仲間になってるなってなってる。準備がいいぞ。メカブちゃんもいるぞ。いけ。で、これで水位が上がって。やっぱなかなか難しいな。一緒にステップ踏んで、ワンツー。はい、ワンツー、レンズアップよーん。おお、なるほど。こいつが上がってくるのか。ひぃ。なんかヒョロヒョロしたね、やつ。エビチリ。あれ、よくジバニャンとのあれ、よく見るやつや。これかと思ったけど違うっぽいね。この奥かな。この奥っぽいですね。じゃあ先に右を見てこよう。あ、いたー、勝負師さんかい。意外がぐ議員のこけし。いやー、追ってこないで。あ、スタミナ切れになってる。おい、謎の盾札。ワカメくんと昆布好かれてるけど、どっちにも興味がない。あー、三角関係は成立せず。メカブちゃん、あ、一応成立はしてないのか。ただあれか、メカブちゃんから矢印が向いてないだけ。
どっちにも興味がないのか、つらたまにでもいるよね、男に女1で歩いてるとこと人たちね。逆にさ、男1女2で歩いてる時とかってさ、どうしたらさ、そういう状況を作れるのかが謎だよな。いくら払えばいいんですか。飛び降りろと。うわぁ、あ、いいなった。あいつ動きがやべえ、キリンだ。ひわい、こっちか。で落ちると面倒そうだな。ほっ、違う、クリア。あ、右上だな、新鮮なウニ。近くにウニが追ってきた。あぶれ、意外がくりちょっと色違うよねこれね。じゃあちょっと違うクリだ。戻ったな。はぁ、来た来た、やっと到着した。出た出た、せきかけとか、誰かいるのか。あれ、ボスいる。うわぁ、誰だしお前。大航海船長、人魚に手出すとはこの大航海船長様が許されど、人魚俺のお嫁さんだ、誰にも収めえと。ボスかよ。お嫁さん、自慢じゃねえか、その昔俺様は人魚に一目惚れしちまって、何ヶ月も漂流者に何度も船を沈めたり、よく航海したもんだ。あの子は俺様にとってまさに大航海時代ってやつ、黒歴史じゃないから。男は航海通海を乗り越えて初めて一人前になるんだ。お前らにも航海してもらうぞ、俺様にボコボコ見せた後だな。うわぁ、アップルソフトウェアアップデート、そして偽トロが止まる。待て待て待て、ちょっと待って、せっかくのボスってなんだかやめて。ちょっと待って、しかも応答なしとかやめて。大丈夫か、ここでまだ戦いを押さなければいいからねえ、応答なしとかやめて。ああ、やりやがった。あとでちょっと音を合わせないといけないけど、あの野郎やりやがりました。アップルソフトウェアアップデート、あの×の部分が何、デスクトップキャプチャーのストップの部分に重なってたから、俺バツ何回も連打したせいでストップをして一回録画が止まるという。よし、じゃあ戦いましょう。とりあえず全、あ、そうか、全体技以外にもあるか、後悔とガッツ技を出すか、それともこうやって一個ここずつ出していくか。真ん中ぐらいしか効いてなさそうだな。まあいいか、とりあえず普通に殴ってきゃいいんじゃないかな。いけ、おっしゃれー。で、公開、あ、骨美人が、あ、骨美人がいったしょ。あー、百裂にピュー、後ろ追行しよう。いけ、合わせるか、本当に苦手。ずれ、メンバーサークルを勝手に回される。あ、お前ここはダメなやつだぜ。不思議が、お前そんなことしたら俺の S ランク妖怪が火じゃないけど氷吹いちゃうぜ。大航海クルーズ、あ、大航海クルーズね、なるほどね、クルーズだ。うわ、あ、でも強えな、さすがに。誰に受けてもらう、ここだよな、どう。あれ、あ、膝立てキャンセルしたのか。なるほどね。不思議、どこ狙えるかな。頭。だって、ババーンはあれだよね。確か回復だったよね。やべえ。愛のビンタ、あれ、ビンタピコーン、一応必殺技だった。吹雪の術、あ、これ終わったんじゃないかな。プリチー、おいけ、ジバニャン、百裂に君を決めるか、それとも先に普通にフジナが殴り勝った、普通に倒した。まあ中ボスだったってことですね。はあ、強かった、意外と強かったんだな、本当に。
鉄壁の守り。今までの流れだと、あれ？いなくなった？いや、ところで人魚の呪いが解けにゃね、そう、仲間になってくれるはずだから人魚入れたいんだよね、仲間に。石化け通る。ん？石化溶けるか。ふぅ。やった。グッジョブ、素晴らしい決めです。あら、あなたスタイルなの？かわいい。というわけなんだ。ケイゾ頑固なところは相変わらずね、ほんと世話が焼けるやつなんだから。わかった、ケイゾのためだもん。私も力になってあげる。やった。人魚入れよう。人魚。人魚。ん？お、なんかもう結構開きそうなのがあるね、すでに。ストーリーでね、今んとこ仲間になってくれるのがいるから。さあ、あとは九段か。OK、到着、桜木。桜エクセレントツリーです。桜木町にやってまいりました。ここのエクセレントツリーに九段が、の石像が持ち運び、なんちゃらかんちゃら。というよりも、まず先にやるべきことは、いないね。雲外橋を探すところから行きたかったんですが、近くにそれらしきものがいない。じゃあ EX ツリーのところにあるかして、アイテム。あ、おう、なんだお前。エクセレントくん、エクセレント。おう。よかったよかった。やっぱいたね。お姉さんか？違う、僕くんだった。じゃあいいや。お前か？点検中か。点、ん？お前エレベーターだったか。え、上の展望台に行きたいって？ダメダメ、今このエレベーター点検中なんだから。それっていつ頃終わるんですか？どうだろう。実はこの3つのエレベーターのどれから点検すれば早く終わるか迷ってた。左側手をつけるべきか、それとも右側、はたまた真ん中か。今は答えは出せないな。とりあえず保留で。その返事も今はできない。受付か？保留かな？了解。なんか、竜みたいな。でも、ちょっと、受付のお姉さんも気になるところ。保留だー。あとなんか変なのが俺の、足元というか、見える位置にいるけど、まあ、無視でいいや。よいしょ。おやおや、見つかってしまったか。ミスパーこいつなんて言うよかい？ちょっと、あれですよ、あれあれ。そう、この妖怪、保留。何事もすぐに決断できる保留。先送りにしてしまう竜の妖怪です。妖怪不調じゃんけんでところの、夏休み宿題するのを保留にしていたら、最後の日が恐ろしいことに、です。正解というか不正解というか今は答えらんないよ。保留だ。考えておくわ。でも今は保留で。力づけだ。そのバトルも保留にしたいの。おお。誰があれだったかな、人魚使っちゃったんだよね。お、これボスっぽいぞ。音がかっこいいぞ。じゃああれかな、保留だけ倒せば行動保留にした2回に1回しか攻撃できないというか怠け的な。いやでも音かっこいいけど、もう倒せるな。紅茶いただくわ。吹雪の術が。いけ。あ、雲外三面鏡がログアウトしました。あ、ラーメン。好きなやつが見れたね、今ね。多分、そういうことでね。
ヒゲ全然くんねえ。音だけかっこよかっただけだ。今絶対話しかけたよね。え、話しかけてるよね、さっきから。あ、もうそれなら終わってる。早っ。意外と簡単な作業でね。ほんと、どのエレベーターか点検するかで、まあ、点検だけだからなのかな。じゃあ上の階に行きましょう。ああ。右の、でも俺、ショートカットのお姉さんが絶対気になる。ショートカットのお姉さんすごい好き。お、桜になってるね。うわ、また現れたな、お前。あ、八百よろずではここにもある。いけないらしい。ここら辺であれでね、急に照明がパッて落ちてさ、ズダダダダダダンっつって、撃たれて。メガネない方がいいと思うんだよな。そう思いません？消えた。うん、メガネない方がいいと思うな。スカイショップ。あ、クマだったらあれだね、長鼻の可能性が高い。あったあったあった。お前どうしてこんなところに。やっぱあれかな、もうこれはもうここだけかな。人魚がね、やっぱ一番最後のあれだったっぽかったから難しかったけど、それまでは簡単か。もう簡単だった。さっきの保留だけ。うわぁ、お前そんな感じなのか。これが石化系トールの石化系時計先ってって俺石化時計を言えないんですけど、なんでですかね。もう君たちが来るのはずっと待っていた。もう牛なのか。僕には予知能力があるから君たちが来ることも知ってたんだ。もうここまで来たのは継続させるためだ。もうだったら話が早い。早いや、よろしくね。くだこちらこそよろしく。これで4体揃ったぞ。4体だっけ。ストーリーが進みます。キークエ完了。クーダン、クーダン。ああ、ストーリーであれだね、仲間になるやつがこうやってあるのはいいね。なんだろう。しかしなぜクダンは桂馬持った山から村からか。ここには自分で来た。え、この塔のことコマさんっていう旅の妖怪から教えてもらった。さくらニュータウンって町にはもんげー高い塔がずら。でもクダンは呪いで石にされてるんじゃなかったにゃん。でも近頃は呪いも解けてきて。あ、なるほどね。カラカさんもそうだったのね。でもさ、この泊まり来た時に力使いすぎたせいが石になっちゃって、君たちが来るのも知ってたからって休むついでにここで待っていた。そうなんだ。はーい、いいで。カラカサパイセンもね、あれだもんね、雨の時は動けるっつったもんね。お見事、お見事。ベベーン。バクロバー進化するらしいですね。いやー、大経験一玉でしょう、もちろん。いい加減コエンラ捕まえてこなきゃいけない。藤の山にゃー、あたり。素早さの札か。これスピーダーってことでいいんですよね。チェキン。これでお目当ての妖怪すべてを吸い出すことができましたね。では早速過去へ戻って秘密基地へ行きましょう。お、強制やったー、助かるわ、その方が便利。はは、ダメだ、これぐらいの特訓で参ってるようじゃ誰も守れねえ、誰も守れねえ、あの時みたいに。誰だお前。俺たちずっともだよな。うん。だけどある日あいつが不良に絡まれた時、それ俺の返してよ。ケイト助けて。助けようって何度も思った。だけど怖くて足が動かなかった。何が友達だ。お前なんか友達じゃない。あるあるやつだよね。あいつの友達だなんていう資格は俺にはなかった。お前小学生なのにしっかりした考え方してるな。ガッツカメはガッツ楽に立ち向かい、ガッツで大切な存在を必ず守る。俺もそんな強いとこに、いや、ガツカメになってるんだって。だからそれまで友達は使えない。友達は全部守れる男になるまではな。かっこいいな、お前。
世界は友達、全部守るぜ。佐藤くん、次だ。青くいっちゃった。今考えているのはカットするかどうかです。カットしますね。